あ、おはよう。なかなか起きないから置いてきた。あれだけ時間厳守って言ったのに。よく食うやつはよく寝るって言うだろ。しょうがない。俺ちょっと見てくるよ。いいのか？じゃ、任せた。それにお前に起こされた方が起きるかもしれないしな。余計なことは言わんでいい。ボンジュ、カナタが一回起きたのにまた寝ちゃって起きないから。うん、だって楽しいんだもん。全然起きないし。いつも以上に間の抜けた顔だよね。そっか、カナタ起きな。いつまで寝てる気？ほら。いや。そんなんじゃ起きないよ。もっと強くつねって。カナタ、起きろ。お前ら、何やるよ。あ、起きた。おはようじゃねえよ。ブーが普通に起こせ。普通に起こしても起きないからこうしたんだよ。まったく。要はともかく、お前まで何してんだよ。面白がるな。つがなんだよ。まさか、俺、寝坊？そのまさかだ。カナタ。あ？なんだよ。カナタのほっぺ。赤い。お前らのせいだろうが。よし、全員揃ったな。それではこれから解散式を始める。おい、カナタ、どうしてそんなにほっぺた赤いんだ？俺に聞くな、こいつらに聞け。どういう意味だよ。それに寝坊したのはカナタだろ。なんでそんなに不機嫌なんだ？そうだ、僕たちはただ起こしてあげただけなのに。
その起こし方に問題があるんだよ。静かに。それにしても面白いくらい赤いぞ。たく。各自このオリエンテーションキャンプを通して何かを学べたと思う。普段の生活でもそれを活かしてほしい。なーに、うまくまとめようとしてんだよ。まあでも否定はしねえけど。こいつの言う通りだよ。あのままだったら俺たちしばらく気まずいままだったもんな。ほんと子供なんだから。お前が言うな。それでは解散。おはよう。そうなんだよ。いつもならお前のこと待ち構えてるのに。ああ、それに遅刻ギリギリなんてよらしくない。なんだってなんだよ、失礼なやつだな。用がまだ来てないんだ。彼方より遅いなんて。何かあったのかな。おい、俺基準かよ。あいつだってたまには寝坊ぐらいするだろ。そうか、風邪でも引いたのかな。出たよ、おかん。大丈夫だって、絶対来るから。あいつは そんなん簡単だろ。お前に会うためにわざわざフランスから来たやつだぞ。そんなことまでするやつが風邪くらいで休むかよ。お前の顔を見るためなら張ってでも来るだろう。だから大丈夫だって。そうだな。なんだよ鈴や、急に笑って。だってさ、今までは3人でいることが当たり前だっただろう。だけど今じゃ陽もいないとなんか落ち着かない。そうか。またそんなこと言って。彼方もそう思ってるくせに。
え、うん、別に何もないよ。ちょっと職員室に寄ってたんだ。なんだよ、呼び出しか。あ、お前本当は頭悪いんだろう。成績か、授業態度か。もしそれが原因で僕が呼び出されたんなら、彼方は一日の大半は職員室から出られなくなるね。なんだと？お前はいちいちムカつくこと言うな。だって本当のことだもん。おい、二人とも。でも、陽の言ってることも間違いじゃないかもな。でしょ？でしょ？じゃねえよ！だいたい、鈴谷が肩持つから、こいつが調子に乗るんだ。調子って、誰かさんと違って子供じゃないんだから。チャイム鳴ったぞ。ほら、授業始めるぞ。そこの4人、とっとと座れ。はい。やっと昼休みだ。お腹すいた。要はいつもそればっかだな。それにしても今日は何食おっかな。二人とも似てるな。似てない。なんだよお前、やけに気にするな。うん、ああ、大したことじゃないよ。もう忘れたし、君が気にすることじゃない。まあ、ヨウがそう言うなら気にしなくてもいいんじゃないか。ありがとう鈴谷、本当に何でもないから。でも珍しいな、陽がこいつに隠し事なんて。別に。はあ、お腹すいた。早く行こう。ああ、なんだあいつ。まあ、いっか。飯飯。この後も授業って考えると嫌になるわ。おお、昼でした。こいつの言う通りだ。お前はいつまで経っても変わらないな。
二人して俺を子供扱いしやがって。ねえ、みんな好きな人っている？だから好きな人、みんなにはいるのかなって。は、あ？何言ってんだ。いきなりどうした？ただなんとなく聞いてみたかっただけ。なんとなくって突然すぎないか？そうだよ。だいたい用はいんのかよ、その好きなやつ。何言ってるの？聞くまでもないでしょ。僕の好きな人は彼女、決まってる。それで、鈴谷は？俺は…どうかな。彼方は？嘘はダメだよ。つくかよ、バーガー。俺は、そんなの…それじゃあ、君は？そうかな。ただ好きって気持ちは伝えないと意味がないって思ったんだ。意味がない。だからみんなはどうなのかなって思っただけ。気にしないで、ごめん。まだご飯が残ってるよ。やっぱりこれだけじゃ足りないな。変なこと聞いて、飯どころじゃねえよ。はい、もう決めましたから。そうか、決まったことなら仕方ないな。帰国はいつなんだ？今月の30日を予定しています。やっと巴も学校の生活に慣れてきたのに。
おい、よう知らねえか。課題終わった？一緒に帰ろう。どうした急に。変だぞ。それに用は？あ？なあ、あれ用じゃないか。先生と何話してんだ。なんだよ。なんで？つうか真面目な話っぽくないか。お前何か知ってるのか。要は日本に来たばかりだろ。あ、みんな。ずっとここにいたの？もしかして話聞いてた？なあ、よう、帰国ってどういうことだ。俺たちに話すこと何かあるんじゃないのか。大事なところはしっかり聞こえてたみたいだね。ねえ、少し話があるんだ。移動しない？俺たちは構わないけど、話してくれるのか？どっちみち話さないといけないことだし。そうか。だったら屋上に行こう。それでいいかな。そうだね、行こう。ここまで来ればいいか。で、話ってなんだよ。僕さ、フランスに帰国することになった。親御さんに何かあったのか？うん、両親は元気だよ。それじゃあ何なんだよ。もったいぶってねえで言えよ。おい、カナタ、そんな問い詰めるように聞くなよ。話せるものも話せなくなるだろう。こっちだって驚いてんだよ。余裕ねえこと鈴谷だってわかんだろ。理由は夢のための準備かな。夢のため？僕の両親は二人ともフランスで天文の研究をしているんだけど、
ついこの間、父さんが書いた論文が学会で認められたんだ。ずっと研究してきた天文に関する理論。それで夢だったアメリカで研究することが決まった。すごいじゃないか。おめでとう。ありがとう。それでこの機会に僕も一緒にどうかって言われたんだ。アメリカで天文の研究を一緒にしないかって。なんでそこで陽が出てくるんだ。親だけじゃダメなのかよ。3人で天文の研究をすることが僕たち家族の夢だったんだ。それがこんなに早く叶うとは思わなかったけど、だからそのために一回フランスに帰国して渡米する準備をしなくちゃいけないんだ。君やスズヤやカナタと離れるのは寂しいけど、僕と両親の夢だから。驚いたな。急すぎて。ごめん。話そうとは思ってたんだけど。よう、本気かよ。本気で日本離れる気かよ。だからそう言ってるじゃん。ようの気持ちはその程度だったのかよ。あんだけこいつのこと好きだって言っておいて。そんなにあさり決めて帰っちまうのかよ。あさりじゃないよ。そんなわけないだろ。帰国することはすごく悩んだよ。それに彼女を思う気持ちは今も変わらない。いや、こっちに来てその思いはますます強くなった。だったら。でも、それでも帰国をやめることはできない。僕の意思で決めたことだから、簡単には変えられない。カナタもそんなに責めるなよ。ヨウだって。うっせえよ。わかったよ。勝手にしろ。